ハオ、日本の皆さんこんにちは、トントンです。秋になってだんだんと過ごしやすくなってきましたね。こんな時期ってお散歩してまったりカフェで休日を過ごすのもおすすめです。今日はそんな休日におすすめのカフェ、オープスコーヒーを紹介したいと思います。中国で人気 SNS 小紅書、小紅書で活躍中のインフルエンサーが経営しているカフェで、個性的なメニューが話題になっているお店なんです。早速行ってみましょう。どんなメニューあるのか楽しみに。ご覧ください、広々とした空間なんですね。薄いグレーに基調したとっても素敵な雰囲気、おしゃれな場所です。ここではコーヒーだけでなく、たまには展示会も開かれるそうです。本当におしゃれな場所なんですね。你好，你好。我在小红书上看见你们家有很多这个比较有季节性的这个饮品，对对对，你能介绍几款？您看想喝点什么哈？这边是常规款，这边是季节限定的一些特调，这边是没有咖啡因的。然后您看这个下面的海报，就是我们的季节限定款的一些新的饮品，然后有一些夏天和秋天的特色。哎，对，我觉得这个看起来特别好喝。那我既想要夏天又想要秋天，有没有推荐啊？好，那我觉得你可以试一下这个绿豆冰沙。哦，桂花绿豆的那个吗？哦。然后还有这个地球拿铁，然后也非常适合这个季节来喝。好呀好呀，那就这两款都要，谢谢。ついつい頼みすぎました。全部可愛いなと思って我慢できなくて頼みました。みんな可愛いじゃないですか。彩りにしても飾りにしても爽やかで季節感がたっぷりですよね。どれからにしようかな。綠豆沙から行きたいと思います。桂花綠豆沙と言いまして、金木犀と緑豆のスムージーです。いただきます。やっぱりしてますね。冷たくて美味しい。名前の通り金木犀と緑豆をミキサーかけて、それからミルクを入れてるものなんですけれども、緑豆の香りとその中に金木犀の香りが出てくるので、女性が喜ぶ味です。中国人のイメージとしては毎、夏になると緑豆をよく食べるじゃないですか。金木犀は秋の花ですから、季節変わるっていう期間限定のものになります。